皆様こんにちは、お久しぶりでございます。まあ今こんな凄まじいですね、雨が降っておりましてですね、予想では30ミリ40ミリという感じでございますが、まあ、静岡でね大変な土砂崩れが起きまして、もうとんでもない事態に、ね、なっておりますが、皆様ご無事でしょうか。私はいつもの通りでございますんで、ご心配かけて申し訳ございませんが、またいろいろとねお話しすることがたくさん出てまいりましたので、ここらで復活させてみたいと思いますが、もう雨映りますかね、これぐらいのすごいね雨で、まあ皆様と共に何年かにわたってですねこうやってまいりましたが、まあ皆様はねやっぱ期待されているのは雨線ですね。どうしてもね青中で止めなければいけないという方が結構いらっしゃいますので、まあ、そういう方向けにですねこの雨線でなんとかね止めてる時も車が綺麗になるというような、ね、感じでお届けしておったわけでございますが、まあ、皆さんもそろそろ慣れてきて雨線の効果っていうのはね体感されてると思うので、ただまあ最近はですね雨が尋常ではございませんのでね、別の意味でちょっと不都合が起きますんで、どうぞお気をつけてねやっていただくというのがいいと思います。まあ、今ねこの傘の音をね聞いていただくとねわかると思いますが、この強い雨の特徴はやっぱりですねボディに打ち付ける力が強いわけですね。だからシリコンが乗っかってるとですねこの勢いでこうダーッとですねこう流れていってくれて砂をね溶けてくれるという効果がございますので、いわゆる洗浄効果ですね、これを期待してねやってるわけでございますが、まあ、しばらくの間ですねちょっと放っといて雨が止んだ後にそのどんな感じにですね綺麗になるのかというのを見てみたいと思いますが、まあ基本的にはですねうっすらと埃が乗ってるような状況ですかね。今ねうっすらと埃が乗っているぞと、でシリコンもドブ漬けをやってらっしゃるレベルの方から見れば相当もう白膜になってあるかないかのレベルのようなシリコンの薄さになっております。はい、ということでもう雲はねまだ残っておりますが、もうぴったりと止んでしまうと、まあこの手の雨のパターンと申しますか、昨今では雨がね本当ね怖いでございますね。まあ雨というのは外にはね出ない方がいいと言いますが、今回のあのね静岡の熱海の状況を見ておりますと、ちょっとは様子を伺った方がいいのかなという感じでございますね。雨の日はね本当は外に出ると危ないぞというのが今までのね考え方の一つではございましたが、ちらっと外に出て様子を伺っておかないとというとんでもないようなねあの事態になりますので、まあ難しい時代になりましたですね本当にね。雨一つに、まあ、半分仕切りが入るぐらいこっちを拭き取ってみましょうか。まあ、こういう時にですね強い汚れがあると発見しやすいというのがあるんですね。例えばこれ今こうやってね拭いてもちょこっと残ってますでしょ、こういうのがちょっと強めの汚れですので後からね処置をするという感じなんですね。まあ、全部にねやらなくてもいいのが、まあ、シリコンの特徴でございますので、まあ、こんな感じなんですね。雨上がりにサクッと拭くと、反対から見てみましょうか。まあ、水玉がですねうまく汚れを運んでてくれるので、こう拭いたタオル自体が別に汚れてるわけでもないと。雨にね砂がね含まれてるということになると、まあ、話がややこしいのでね、これはまあこういう風に拭いてみて、あちょっと砂がね黄色っぽい細かいねパウダー状のものが何か乗ってるようでしたら、あんまり強く拭かずにですねいつものような噴霧器や、まあ、ホースでザーッとかけられる方はねかけていただいた方がいいぞと。まあ、時期にもよるんですよね。3月ぐらいのやつが一番黄砂ひどいので、ああいうところさえ気をつけていただければこの雨線というのはかなりですね有効に働くぞという感じでございます。いかがでしょうか。なかなか綺麗でしょ自分で言うなよ自分で。まあ
ボンネットの余熱でこれもう乾いちゃいますもんね、この時期だとね。あっという間に、ベタベタでね、まだ顔真中ですよとかっていう方はこういうふうにはならないですね。こう拭くとまだムラがいっぱい出たりね、いたしますけども、もう全然ムラないでしょ。こうやってパッと拭いてもなんかムラが起きるとかそういうことはございませんのでね。まあこういうふうになるまで頑張っていただくと。なのであとは気をつける点といったら、これちょっとここがいいサンプルを作ってあるんですが、シリコンをかけていない箇所、シリコンをかけていない箇所っていうのはこんな感じにですね、ベタっとするわけですね。これまあ皆さんがお悩みの案件ですよ。でシリコンがかかってるところはこんな感じにですね、なると。だからこのまあ最初に初めてね、やられる方っていうのはお友達とかがね持ってらっしゃって、どうやってみるとかですねそういうパターンの方が多いと思われますが、どちらの方もねまだちょっと不慣れな点があって確実に明確なことが言えないぞという場合があるので、私のところにメールが来るわけでございますが、でやっぱりこういうところはですね、土ぼこりがどうしてもね残りやすくなると、ベターとなってるってことは砂がね残って水を吸ってこういう風になっているので、まあこういうところを強くですねぐわーっとこすってしまうと傷がつくよと。これがまあ洗車で傷がつくメカニズムの一つなんですよ。なのでこの残砂、残りの砂ですねをなるべく少なくしてあげると、すなわちこう弾いてあげると残りが少ないっていうことが長年の研究で分かったわけなんですね。長年の研究で研究なんかもしてるのかよって、しておりますよもうね。なのでこういう風にね、拭いていったとしてもそんなにこれ茶色くないでしょ。こういうところはやっぱりどうしても車の性質上ね、まあどんな車でもですかね、横は汚れますが、こんな感じに泥がさーっと乗っておりますので、こういうところは優しくね。でもね、優しくといっても普通に結構いっちゃっても大丈夫なんですね。なので一番危ないのはこういうふうに弾いてくれている要素がない、ここのような感じね、これここの箇所は気をつけた方がいいですよという感じなんですよ。実際ちょっと拭いてみましょうか、ね、でここはね、ここですね、これちょっとザラってザラってしてますね、ザラっとね、これ相当で、なんだこれは、なんかうんちが乗ってたんですかね、これ。この運針でもう、あ、なんかやばい、引っかかるって感じがするんですよ。ただまあショップタオルがね、かなり安全領域を確保してくれるので、こう簡単にですね拭いてもそんなに大きな傷がいかないというのは、もう皆様やっていただいてね、もう重々承知の案件だと思いますが。なのでまあ切れてきたらね、こういう風になるんですよ。要はもうシリコンないっすよって感じでね。ただもう顔真していればもうずっと残りますからね。実際のところね、どうだろう、これ半年ぐらい何にもやってないですね、半年ぐらい。なんで皆様のペースに合わせてというか、私が動画を出さないかげでどんな感じになるかなと。こいつもシリコンお見せしてから2年ぐらい経ってますもんね。もうこういう風に嘘言ってるんだったら怪しくなってきてるところが多数あると思いますが、わざと取ったとこ以外はもうほとんどの場合こうつぶつぶね、ね、いい感じにこうなんか効いてるなって感じしますでしょ。この効いてるなって感じが残っていることでもう大きな違いが出るわけなんですね。だから分量がね、たくさんっていう必要はないんですよ、本当に。薄く最終的にはこういうふうにですね、白膜になっていってくれさえすればもうこっちのもんなので、でこういうふうになってるところにまあもうちょっとやってみたいっていう場合はまあ追加してもいいですし、あんまりね追加せずにね、もう最初塗ったらそれで終わりみたいな感覚でいてくださった方が早くね、こう白膜になってきますんで。で、あ、ちょうどいいサンプルだ。これ窓。これ窓はですね、やっぱりワイパーブレードでね、
こうグキグキやるでしょ。そうすると部分的にこうやって取れてくるんですね。こいつだけはですね 100% 持続させるというのはなかなか難しいんでございますが、でこういう風に残る。ここはね油膜が乗ります。確実にあの昔のようにね油膜が乗ってまいりますんで、こういうところを見つけて追加していくって感じですかね。でどうやってやるのというと、例えばまあシリコンはねこれピッピッてかけた時にもうかなりね全体的に伸びちゃいますからね、もう部分的に補修って感じにはならないんですが、見ててくださいね。これビッビッビッて塗るでしょ。で今これまあムラムラになってますわね。でも今ちょろっとかけただけでこれでもうね多すぎるぐらいなんですよ。で窓が白濁するっていう方はですね、結局あの激泡ガラスクリーナーでね少し調整してあげるっていうことをね覚えていただくとねいいですね。しばらく置いておいていただいてぐるっとですね拭き上げたら、まあ、最後ちょっと時間を置いた方がいいので、で最後ちょっとね激泡ガラスクリーナーでこう落としてあげると、でこれでねシリコンバンバンに落ちちゃうかっていうと全然落ちませんので、まあ、このシリコンをですね調節するにはちょうどいいとお考えいただくといいと思います。結局ねこれワイパーのねあの削った跡があるじゃないですか。だいたい古くなってくるとこのワイパーのねこういうのが出てまいりますが、そこにね油でたまるんですよ。なので初めてやられる方は塗った後にもこういうふうにですねちょっと油膜痕、このワイパーの傷に合わせた油膜痕が残るかもしれませんが、徐々に取れていきますんで、こっちのようにねこういうふうに全然ドライバー側とあのちょっとパッセンジャーと分けてみたんですがね、こういうふうにこっちはもういくらやってもねあんま筋出ませんでしょ。このシリコンが、ね、効いてるもんですからこういうふうにいいんですわ。でだからシリコンをちょっと切らすとやっぱりね今の時代も油膜はやっぱつきますね。これはね間違いないですわ。で跳ねるに違いないと踏んでおりましたら、まだこんなですね入道雲というか濃い雲とここから晴れ間と共存しているような状態でございますので、まあこういうふうに目まぐるしく変わる天候でございますからね、皆さんも十分お気をつけいただきたいと思いますが、まあ私がですねあのちょっと映像を出さなかった理由っていうのが一つございまして、それがですねあのまあ私のちょっと知り合いのところでねコロナ出ちゃったんですよ。それでそれがまあおばあちゃんも含めてご家族全員でと、それで私の米寺っていうのはですね、まあ、結構高齢の方が多いもんですからね、そのおばあちゃんがですね本当ね3日ぐらいで肺が真っ白になっちゃうっていうとんでもない状況だったんですね。またそういうお話もね、まあ、今後第5波第6波というのが来ましたらですねおいおいいやお話ししたいと思いますけども、まあ、あの現実にはなんとか回復してですねもう84歳のおばあちゃんが復活したという、まあ、めでたい話だったんですが、非常に、まあ、コロナを舐めていると危険だぞというのがございましたので、まあ、ちょっとですねワクチンがね今もう6000万回の接種が終わりましたんでね、まあ、そろそろいいかなということで、まあ、徐々にですねまた映像を出していきたいと思いますので、ということで雨線でもですねこんなような感じにですねまあ普通になんか洗車したのと遜色なくいきますでしょ、うん、ね、まあ、シリコンがうまくねもう白膜になってプレスさえすればこういう風になりますんでね、まあ皆様もですね天候に注意しながらコロナに注意しながらまたね徐々にまあ、洗車もそろそろいいのかなって気がしますけども、またご注意して行っていただけたらね、幸いでございます。ということで本日はですね、あ今まで、たまりにたまったご質問をちょっとひとまとめにね、した映像で、また徐々にですが、本数をね、増やして出していきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。